マジ散歩。これどんな感じかなと思って2006年ワールドカップ予選、はい、北朝鮮戦、はい、結構あの時めっちゃ活躍したやん。はい、そうですね。で福さんは絶対パスしてくるって思ってたんで、だちょっと体開いて待ってたらやっぱ落としてくれたんで、もうなんか大黒様みたいな感じやね。僕もびっくりしましたよ。スーパースターやったやん。もうね、びっくりしましたよ。はい、まあ僕でも別に僕はずっと変わらなかったですけど、ずっと一緒っていうか、おおと思って、なんかいろいろ僕を知ってる人が増えたなと思いましたけど。ほんでさ、あのさ、はい、キャンプ中にさ、日本代表のキャンプ中とかもさ、はい、ウノ持って行ってウノやってたやん。はい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 。で最初さ、俺とかさ、はい、ヤットとか、はい、サントス、はいはいはい、とかあとトゥーリを持ったんかな、たまに。あ、ほんまっすか。あれ高さんいたでしょ、鈴木高さん。いやいや、え、高さんもなかったよ。いや、高さんやってましたよ。ほんまに。はい、最初なんかそのメンバーでやってて、はい、で途中からオグリが入ってきて、はい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 、一番最初俺らがやってたのにさ、なんかオグリがいきなりさ、UNO のなんか大使に任命されましたみたいなさなんか UNO の人から、UNO の会社からさ、なんかあの UNO のな、はい、カード送られてきてな、全部、はい、そうそうです。しかも僕の UNO とかできましたからね。おかしいやろお前、はい、途中から入ってきたのにいや、カジ君とヤットさんとかアレックスのおかげです。ありがとうございました。いやいやいや、おかしいおかしいしかも俺の僕のそのワンちゃんのラオウとかのカードとかも出てたじゃないですか。あの、ああ出た出た、うん、ね、あれとかやりましたもんね、一緒にね。もうそんなラオウな、はい、ラオウ死んじゃったな、はい、でも魂は一緒に生きてるんで、僕と一緒に。何言うとんの魂はずっと一緒なんで、はい、うわそうか、そうなんですよ。あ、ほな、はい、ちょうどええとこ来たわこれ、はい、はい、次、知名度が上がるプレッシャー。これはね、全然なかったっすね。え、なかったの？全然なかったっすね、ほんまに。え、はい、めっちゃ、あ、大黒さん大黒さんみたいな感じだったよな。あ、プレッシャーでも、プレッシャーってことでしょ。うん、プレッシャーは全然なかったですよ。だってもともとプレッシャーなんてあるじゃないですか、プロでやってたら。まあまああるよね、はい、もともとだから別に対して、だからさっきも言いましたけど、僕のことを知ってる人が増えたなって感じで、はい、よくさ、子供たちにさ、よく聞かれるやん、なんかプレッシャーどうやってこう克服するんですかみたいなさ。あ、聞かれたことないですけどね。ないんかい例えば聞かれたらプレッシャー、うん、大黒さんめっちゃ試合で緊張するんですけど、これどうしたらいいんですかって聞かれたらどうするの？聞かれたらね、まあ、その選手によると思いますけど、カズさんも緊張するらしいでって言うんじゃないですか。カズさん、カズ、はい、はい、キング。あ、キング、はい、え、東のキングカズと西のキングカジがいんねんけど、はい、どっち？西の方あの、東の方です。東の方ありがとう、ありがとう西のキングは緊張するんですか？西のキングもうガッチガチよ、はい、あ、でもカズさんが言ってたんですけど、うん、緊張するのは悪いことじゃないみたいな。緊張した時の方がカズさんはいいプレーができるらしいんですよ。でももうなんかトラップもおぼつかないとかあるやん。あ、でもやっぱファーストプレーとかファーストタッチ、試合のそこは入り方を気をつければ割と乗っていけるんじゃないですか。そこで変なプレーするとやっぱカジ君なんて特にサイドやし、サイドで変なボール来て、変なボールっていうかトラップミスとかするとやっぱちょっと引きずるじゃないですか、多分。そうやね。だからそのファーストタッチとファーストプレーをしっかり自分の得意なプレーから入れば落ち着いてプレーできるから、僕はそういう風に心がけてましたけど、うん、はい、なるほどね。だからプレッシャーは別にいいんじゃないですか、あってもそれを楽しむっていうか、こうなんていうんですか、ね、いいね、それはね、はい、確かに。ガンバサポーターの皆さん、はじめまして、池田琴美です。この度、ガンバ女子大学に入学することになりました。ガンバサポーター歴は、まあ、だいぶ長いんですけれども、
まだまだ知らないことがたくさんあるので、この大学を機により深くサッカー、そしてガンバ大阪のことを学んでいきたいなと思います。よろしくお願いします。起立でお願いします。本日の講師を務めますガンバ大阪の木村由紀と申します。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。木村教授は普段は何をされているんですか？はい、私の仕事は試合運営を主に仕事をやっております。内容としましては、競技進行を主に、キックオフ時刻を、正確に遅れないように、努めるお仕事をやっております。すごく大事なお仕事ですね。じゃあそんな木村教授が今日教えてくださるのはどういったことなんですか？今回のテーマは VAR、はい、となります。早速ですが質問です、はい。VAR が使われるのは4つのシチュエーションがあります。すべて答えてみてください。自信があるのはまず得点かどうか、あとはゴール前で使われるイメージなんで PK かどうか、あとあのカードがあの、はい、イエローカードとかが合ってるかどうか、あとは選手が心配な時。はい、では、正解をお伝えします。はいはい、正解もありましたけども、まず得点かどうか、あ、合ってる、はい、2つ目が PK かどうかで、3番目が退場かどうか、最後ですね、警告退場の人間違いないかどうかっていうのを、4つのシチュエーションで確認いたします。ざっくりなんとなく大切なシーンで使うんだろうなと思ってたんですけど、本当に大切な時にしか使ってないですね。そうですね。なるほど。はい、これいこう。日本と海外のディフェンスの違い、質の違い。そうですね、ディフェンダーだけの質っていうのと、やっぱ一人一人守れる範囲っていうのはやっぱ大きいかなっていう。海外の方が、そうそうです、範囲が広いかな、一人一人の。なるほど、ね、あと1対1の場面がやっぱ多いかなっていう感じしますけどね。海外のディフェンダーの方がハーフラインぐらいからでも、例えば相手ツートップでこっちがフォーバックやったらセンターバック2人じゃないですか、こっちが、うんうん、でツートップやったら 2-2 じゃないですか、センターバックだけみたいな、うん、それはしっかり見ろとか、そういうことやっぱ見る、あのイタリアの時とか監督はそうやって言ってましたし、やっぱ日本だとどうしてもそこで余ろうとしたりとかするじゃないですか。例えば3バックにして真ん中カバーいけるポジションとか、うん、余ろう、数的優位を作ろうとするじゃないですか、うん、ディフェンダーが、うん、でも同数でも守れみたいな、結構多かったですね、やっぱり、はあ、質で言うとやっぱ日本人のディフェンダーってやっぱアジリティとかあると思うんですけど、粘りっこいイメージある、はあ、外国人のディフェンダーやっぱり先ほど話したけど、一人一人がなんていうんですかね、守れる範囲が広かったりとか、やっぱ最後足出てくるとか、そういう範囲は広いんかなっていう感じはしますけど。でも日本のディフェンダーの方がやりやすいとかあるの？僕は逆にでかいディフェンダーの方がやりやすかったですけどね。ああ、日本人でもっていうこと？そうそうそう、だから逆になんかこうついてこられる人の方が嫌でしたけど、僕は逆にでかい、でかくて遅い人とかの方がやりやすかったですね。一瞬で裏取れたりとかね。そうそうそう、一瞬で前に入れたりとか、はい、だって僕そんな、なんか体ぶつけないんで、そこまで、はい、なんかキープしたりとかもそんな、その時は別に簡単に働いといて、シュート打つとき、だいたいフリーじゃないですか、僕。シュート打つときドフリーになってるじゃないですか。うん、その前に、もう、勝負は決まってるみたいな。かっこいい。はい、次行こう。いや、でもそうしないと、やっぱ生きていけなかったんで。すげえな。やっぱそういうとこは、やっぱりな、こう、コーチとしてもやっぱり、教えていってほしいよね、本当。なんか、
2点とか3点取る選手じゃなくてやっぱ15点とか20点取るような選手を育てようとは、育てる方にやっぱシフトしてるというか、そのためにその動き方とかはやっぱすごいチャンスが多かったらね、多い方がやっぱ点入る確率多いじゃないですか、チャンス1回よりも10回の方がね、だからその動き方がやっぱ上手いと何回もチャンスできるんで、その仕組みというかどう動けばいいとか、どういうタイミングでディフェンダーが見失うとか、そういうタイミングとかめっちゃ言ってます、教えてますね。だからいやでもまあいいコーチになってほしいですけど、まあ今後小栗、ほんじゃもう最後にも一言でまとめてな、はい、今後目指すものは、目標、家事散歩にもう一回出る。はい、ありがとうございました。今日 のタイトルはもうガチンコダイエットクラブですか。上に引っ張ってある。すごいな。俺カジさんのこと初めて尊敬した。でしょ。